妊娠モデルクラシックシリーズについてです。こちらは子宮内胎児の発育段階および子宮内部の変化を描いたモデル8台のセットです。それぞれのモデルについてですが、まずこちらが妊娠1ヶ月の子宮内胎児および子宮内部を描いています。続いてこちらは妊娠2ヶ月の子宮内胎児および子宮内部です。続いてこちらが妊娠3ヶ月です。続いてこちら妊娠4ヶ月ですが、胎児は王位を取っています。また、妊娠4ヶ月以降からは胎児は取り外しが可能です。続いてこちらが妊娠5ヶ月で、胎児は骨盤位をとっています。こちらも同じく妊娠5ヶ月ですが、胎児が王位を取っています。続いて、こちらも妊娠5ヶ月ですが、ソーセージで、胎児は1体は骨盤位、もう1体は頭位をとっています。最後にこちら妊娠7ヶ月で胎児は頭位を取っています。